タイバームクーヘンです。ただいまですね、群馬県の、神楽郡にあります、こんにゃくパークに来ております。こちらはこんにゃくパークに来ておりますんで、ここでですね、ちょっと工場見学をですね、しに行きたいと思います。こんにゃくパーク。なんかすごいでかいキャラクターがいますね。何のキャラクターかわかんないですけど。逆光ですけどね、キャラクターがいます。何のキャラクターなんだろう、これ。ちょっと眩しいな。はい、埼玉西武ライオンズグッズ発売中。あ、すごい柔らかい、これ。地面が柔らかいです。アシューゾーン、あ、例のテレ朝の、テレ朝のなんだっけ、あのいつもの方来てるね、与田さん来てるね、テレ朝の与田さんが。神楽町、では、こんにゃくパーク入り口ちょっと行きたいと思います。一旦切りますね。はい、はい、ではですね、工場見学の方に向かいたいと思います。はい、うさぎちゃんが迎えてくれます。うさちゃんがですね迎えてくれますんで、ちょっと行きましょう。工場見学、見学ルート、行きましょう。順度、ここからは右側通行でお願いしますか。右側通行、ゼリーのことを知っておこう。こんにゃく芋、天草、ゲルって何の子なの、いろいろ書いてありますけど、まあ、無視していきましょう。天草、こんなこといろいろ書いてあります。行きましょう。マンゴープリン、杏仁プリン、フラッシュは禁止みたいです。素材の風味を損なわないよう、できる限り短い時間で行うのがコツなんだって。へえ、そうなんだ。それと90度まで熱を加えるので殺菌もできる。乳酸菌プリン、この部屋ゼリーの液体をカップに充填する工場です。杏仁豆腐、順度、熱いお湯でバイキンやっつけろ。オイル、冷却、いろいろ、はい、書いてありますね。行きまーす。テレビで、紹介されました飲むおにぎり特ダネ、情報プレゼンター。特ダネ終わっちゃうんだよな。でも3月で、もう今3月かな、今頃撮影してる、あの自分が動画アップしてる頃は。理想で、
か出てきますかね。行きましょう。あ、味噌で買って帰ろうかな。味噌で乳酸菌プリン。サンデージャポン、飲むおにぎり、こんにゃくパーク、飲むゼリー、ゼリーを製造する工場です。ゼリー作ってるな、ここで。すごいね、本当に。ラッシュ、入れください。次はこんな具だ。ゼリー作ってるの。ああ、みんなゼリー運んでます。すごいですね。で今度は。こんにゃく、純度、行きましょう。やっぱ換気してますね、コロナがありますからね。まだ開けてますね。純度は板こんにゃくを製造する工場で、板こんにゃくだ。こんにゃく、こんにゃく作ってるんですか。板こんにゃく製造し、どうぞ。純度、梱包室、板こんにゃく、すごいね。麺、すごいね。あ、白滝製造室。白滝刺身こんにゃく、玉こんにゃく、こんにゃくラーメンが出るところです。2月ごろお願いします。はい、了解です。あ、もう終わりか。じゃじゃじゃーん、終わりだ。出口2月号、またのご来店を、ご来場心よりお待ちしております。奪ったけ、マンナライフ違うのか。こんにゃくバッタッケサムライ
ですよ。万南畑のコンデルバッタケサンダーです。感染のため、換気しております。出口は左側。こんにゃくが無料バイキング。バイキングコーナー、いろんな、あとで一旦ここでバイキングがあるんで一回切ります。はい、ちょっとさっきの次ですけど、無料こんにゃくバイキング20分間食べられるそうなんですけども、一応こんな感じでですね、ビニールの手袋をすることが必須でございます。バイキングの手順があってトレイで取っていくんですけども、まずは、味噌田楽おでんというのがありますね。味噌田楽おでんこんな感じでありまして、これがカロリーが60キロカロリーでございます。でこっちがですね、玉こんにゃくの煮物、これ10キロカロリーでございます。こんな感じであります。今ちょっとですね、今隣にあるのをちょっと見たいと思いますけども、でここですね、こんにゃくラーメン味噌味、エネルギーカロリーが、18キロカロリーでございます。こっちスープがありまして、こんにゃくのピクルス、こんにゃく風、レバ刺し風こんにゃく、冷やし中華こんにゃく、あと青のり刺身こんにゃくでございます。はい、じゃあ私もですね、ちょっと最後のおかわりですね。よいしょ。おかわりで、これがですね、めちゃくちゃ美味しかったですわ。このですね、こんにゃく味噌、この醤油味、めちゃくちゃ美味しかったです。これをですね、これ取ってですね、こう取って、これめっちゃ美味しい。カリーでもそう、ちょっと入れすぎぐらい入れちゃいました。あ、でこれスープが
あります。スープちょこっとだけ入れますか。はい、じゃこれだけ盛っていきます。それで、これを食べた後に、こっちの方の、売り場でですね、お土産を買うことができる。一応20分間、試食時間は20分だけらしいので、はい、今から食べて、あとうちのお土産買って帰りたいと思います。では、こんにゃくパークからお送りしました。ありがとうございました。はい、ですね、この、こんにゃくパークで、こんにゃくラーメン、こんにゃくの味噌かけたやつ、弁学、あとはレバ刺し、これをですね、無料で食べられるんですよ。ラッキーすぎですよね。ちょっと今からこれいただきたいと思います。向こうでバイキング、もう食べ放題ですね。ちょっと一回今からこれいただきたいと思います。